ロータスヨーロッパ、ヨーロッパ、オイローパはイギリスのスポーツカーメーカーであるロータスカーズが1966年から1975年まで製造していたスポーツカーである2006年ヨーロッパ S で名前が復活したロータスとしては初のミッドシップにエンジンを搭載したロードカーであるそれまで生産してきたロータスセブンの後を継ぐモデルとして企画され 軽量かつできる限り廉価であることを目標にして開発された。合計9230台が販売された。タイプナンバー46、通称シリーズ1と呼ばれた最初期型ヨーロッパはこの時点で全てのヨーロッパに共通して言える特徴を備え、エラン譲りの強靭な逆 I 字型バックボーンフレームを有し、繊維強化プラスチック、FRP 製の軽量ボディを仮装した。 通常のバックボーンフレームではなくエンジンマウント部を Y 字に開いているのはエンジンを可能な限り低く落とし込んで搭載するための工夫でありエンジンは太いボックス断面を持つフレームの間に挟まれるようにして乗せられていたメカニズムはユーザーの要求に応えて変化をするものの当時としては最新であり原型としては完成されていたことで 前日の二つについては大きく変更されていない。フロントにダブルウィッシュボーン式、リアにラジアスアームとロアトランスバースリンク式を組み合わせたヨーロッパ専用に設計されたサスペンションを採用している。これはギアボックス上を通過するボックス、断面型後半ラジアスアームを配置し、ドライブシャフトを兼ねたアッパーアーム、それにロアアームを組み合わせたものだった。 ちなみにフロントサスペンションはトライアンフスピットファイアのものから流用した既製品である。当時ミッドシップ車は存在したもののそれは日常使用に向かないレーシングカーや富裕層向けの高価格高級モデルしかなかった。開発目標の一つに庶民にも手の届くスポーツカーを目指していたことから当時としては最先端である FRPE ボディを 採用や優秀な空力フォルムなど技術的トピックにあふれるヨーロッパもコストダウンの跡が随所に見られる。ウィンドウは固定式であり内装もカーペットや車音材類は採用していない。パワートレイン関係はすべてルノー16からの流用でルノーの手によって行われたエンジンチューン以外は完全なつるしの状態で搭載されていた。コストダウンとの兼ね合いもあるが このガソリンエンジンはウェットライナー構造でアルミ合金製。センタープラグクロスフロー方式の半球型燃焼室を持った水冷式直列4気筒オフエンジンは排気量1.5リットルで圧縮比の向上や排下部などによって82馬力を発生する。トランスミッションは実用車からの流用で4段 MT である。車体重量は 非常に軽く 610kg に抑えられている。シリーズ1はフランスへの輸出を念頭に置いて生産されたモデルだったため、イギリス向けに販売された公式記録はなく、右ハンドル車もメーカーでは製造していない。しかし母国イギリスにて、右ハンドルへ改造された個体も存在し、日本にも個人輸入されている。ヨーロッパの名前はついていないが、 ヨーロッパシリーズ1をベースにしたレース仕様がロータス47である。クォーターピラーの形状から世界一早いパン屋のバンと呼ばれ、グループ4カテゴリーの出走を目的とした、このモデルは FRP 製、ボディカウルがさらに軽量化され、リアサスペンションは大きく、構造を変更し、当時のロータス界1にほぼ準ずる4リンク式に改められなど、レースで勝つことに焦点を絞っている。 フレームに関しては、市販型ヨーロッパと同様の逆 I 字型だが、断面形状が異なり、市販車と比べ BL 寸法が小さく、WL 寸法が大きい、板厚も下げられ市販型とは別物である。この車種は、市販型より軽量だが脆弱でたわみやすく、クラックが入りやすい。動力性能に関しては大きく変更され、 エンジンは1.6リットルのコスワース製 MK13 型直列4気筒エンジンに換装、強力なエンジンパワーに対処するため、ヒューランド製 FT200 と呼ばれる5段マニュアルトランスミッションが搭載された。ブレーキもリアブレーキがドラム式からディスクブレーキに変更されている。レース用に大幅なモディファイを加えられたロータス47は、 小排気量ながらその軽量ボディを活かし、グループ4では上昇の一角に数えられ、時には格上クラスの車の順位も上回った。その後も開発は進められ、シャジーの改良、大排気量、V 型8気筒エンジンを搭載したモデルなどが派生した。タイプナンバー54、通称シリーズ2と呼ばれたモデルは、1968年に登場した。 右ハンドル車の生産、そしてイギリス本国での販売もようやく1969年から行われるようになった。快適性度外視のシリーズ1に比べ、窓は電動モーターによる可動式にシートもアジャスト機能のついたホールド性の高いバケットシートにラジオも標準装備で内装の消音にも気が配られるなど、適装備に気を配られている。ただし、 快適装備の充実に伴い車重は 50kg ほど増加している。外装に多少の変化がなされ、接着で固定されていた FRP 製ボディパネルはボルト固定式に変更されている。動力性能に関する事柄は変更なし。後にタイプナンバー65と称されたモデルもあり、フロントマスクが変更となっている。 タイプナンバー54と65を合わせてシリーズ2として扱われている。タイプナンバー74、1971年にツインカムという名の通りエンジンに改良が加えられた。同社のスポーツカーであるエランから採用されたツインカムユニットは、ホード製のエンジンにロータス製 DOHC ヘッドを組み合わせられている。排気量もシリーズ 1&2 より大きくなり、 約 200cc 増しの1.6リットルとなり、105馬力まで出力向上した。ボディに関しては、アメリカの安全基準に対処すべく、後方視野改善のためバーティーカルフィンが低く、改善されている。車重はシリーズ2からさらに約 50kg 増の 711kg となった。車重の増加と出力向上で燃費低下したため、燃料タンクは ツインタンクとなり32リットルから57リットルに増加した。1972年に登場した最終型スペシャルではツインカムエンジンをよりチューンした通称ビッグバルブと呼ばれるものに変更された。吸気工場のためインテークバルブが大型化され圧縮比も高められている。これらの変更により最高出力は126馬力と 歴代の市販型ヨーロッパでは最高出力となっている。またトランスミッションも標準装備のルノー製からゴルディーニ製5段 MT がオプション設定された。北米仕様と欧州仕様があり、北米仕様はストロンバーグ製、欧州仕様はデロルト製のキャブレターが装備されていた。エキシージより上位クラスのモデルとして2006年9月に発売された。ロータスは ビジネスクラス GT と称しており、かつてのモデルからは名称のみ受け継いだ形である。かつてのモデル同様にシーターのミッドシップ、エリーゼ、エキシージと共通のアルミバスタブフレームを使用しているものの、サブフレームはエリーゼ、エキシージよりも延長されており、ホイールベースが 30mm ほど延長。これにより兄弟機よりも、はるかに余裕のある、ラゲッジスペースを確保できており、 また、直進安定性の向上にも寄与している。また、兄弟機と比べ、サイドシルが数センチ低い登場イモデルとしての差別化が図られている。またボディもロータスならではの FRP ボディではあるが、戦術のシャシーの延長により長さだけでなく、幅についてもワイド化がされており、兄弟機はおろかスピードスタートも、ボディサイズがいい。 搭載される2リットルターボエンジンは最高出力200馬力、最大トルク 27.7kgfm。これはエリーゼの派生車種であるオペルスピードスターのターボモデルに搭載されていたエンジンをヨーロッパ S 向けに専用チューニングしたものである。ピークトルクが2000回転からという特性上、最大馬力を稼ぎ出すというよりはレスポンス重視のチューニングといえ、 スーパーチャージャーを使用したエキシージとは、また違ったターボ採用モデルに対するロータス金製の味付けと言える。他の採用車種としては、オペルアストラ。純正採用タイヤは、ポテンザ RE040、前、175、55R17、5、225、45R17、エリーゼには、ニオバが採用されている一方でポテンザをチョイスされており、 ここでも兄弟機とは味付けが違うことが見て取れる。前輪については横幅は175とエリーゼと同サイズなのに対しホイールが17インチとインチアップ。サスペンションは兄弟機と同じく高圧がス式のビール主体性。前輪のサスペンション取り付け角度が兄弟機と違うためアフターパーツを装着する際は兄弟機のものを使用すると破損の恐れがあるため注意。 ハブは PCD110-5H。ここでも兄弟機とは違い、上位グレードとして、しっかり強度のあるものになっている。兄弟機である S にエリーゼ、エキシージとは、際が多く、共通使用できるパーツは、思いのほか少ない。革張りのインテリアは居住性スペースのみならずか、トランクルームにも使用されており、また革製の小物入れが、随所に追加されている、頭皮状に凝った作り。 単色については専用の染色方法で、イギリスの職人の手によって染められており、同じものはイゴロータスでは使用されていない。また、すでに販売されたヨーロッパ S 用にバージョンアップ用の225キットも少数ながらリリースされていた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。